どうもこんばんは、ベーシストののりでございますね。明日からまあね、ニュースで入ってきたのが、まあ、非常事態宣言、まあ、緊急事態宣言ですねが、まあ、なんか発令されるっていうことらしいんですけれども、まあどうなることやらという感じでね。まあいつも私も言ってるんですけど、まあいろいろその問題は、まあどうしても生きていく上では起きていくもんで、これは仕方ないことでもあるんですけども、ただその中でその今をどうやって生きていくかっていうね、やっぱりことは常にやっぱ考えておく必要があることやなと思って今日々生きているんですけれども、やっぱりね、なんかいろいろ問題が起きてもその時にこうなんか最適解っていうのをやっぱりね、自分の頭フル回転させて今何ができるかっていうところにね、やっぱりこう今をこうどう生きていくかっていう、そういうところにこうフォーカスしつつね、やっぱり生きていきたいもんやなというのを、まあ常日頃、まあやっぱり特に最近はよく考えますねというまあことなんですけれどもね。まあつい最近私ちょうど10ヶ月ぐらい前に、まあ去年の6月ぐらいになるんですけど、まあその時にちょっと、まあ、MacBook Pro を、まあその時2019が、まあ最新版をね買ったんですけども、ちょうどまあパソコン のデスクトップ、今まで使ってたやつがちょっと調子があんまりよろしくなかったので、まあちょっとこれを機に新調しようということで思い切ってまあ買った MacBook Pro があるんですけど、何日か2、3日ぐらい前かな、こうまあちょっと用事とかまあ仕事でね、こう使おうとしてパカって開けたら、あの左下ね、あの画面が日々とって、うっそーんと思って、もうさすがにちょっとその時はね、うわーだると思ったんですよ。まあでもね、人間まあそういうこともあるんで、やっぱりなんぼ気をつけとっても、まあ特になんかどっか落としたとか、まあそういうことはないんですけども、なんかの拍子になんかね、なんか硬いもんでも当たったのか、ね、それはちょっと定かでもなくて、私もちょっとよくわからないんですけども、まあこうやって今左下の画面の方に日々入っとって、それで液晶が割れて正常にその表示されてなかったんですよね。でもまあ中のねパソコン自体は普通に動いてたんで、まあなんとか見えるところだけでまあ頑張ってちょっとバックアップ取って、でまあね不要不急のね外出は控えろというまあ話なんですけども、さすがにまあこれはちょっと必要緊急の用事やなということでね、なおさらその中で家の中でテレワークとかね、そういうパソコン使った作業とかこれからもっとね重要になってくるのに、その肝心のパソコンがそんな感じでね画面割れとったらもう話にならんやないかということで、まあなんとかまあちょっと Mac のね正規プロバイダーのまあ、お店の方でまあ見てくれるところがね見つかったんでね行っていたんですよ。まあね、まあ、これはまあこれに関してはもう本当に必要緊急の用事やなということで、まあねまあ気ぃつけながらね神戸の三宮まで行ってきたわけですけども、まあねその時まあ思ったんが、まあなんか実際まあちょっと料金もかかるとまあ言われて、まあまあまあそれはねもう仕方のないことなんで、ね、ただまあなんか1週間ぐらい、まあ下手したら10日ぐらいね、そのパソコンが使えないというね感じの状況に今なってしまってはいるわけなんですけども、まあでも不幸中の幸いというか、私は iPad も持ってるし、まあ、iPhone はね両方ともどっちも問題なく稼働してくれてるんで、まあだからそのパソコンがない中でそのパソコンが使えへんとかないっていうことにこうフォーカスしてしまうよりも、あ今 iPhone もあるし、まあ、今 iPad もあるやんかということを考えて、じゃあ今何ができるかっていうところですよね。まあ今までの作業で、まあ、そのパソコン使った方が明らか楽やってことは要さんあるんですけど、まあでも今ねそれが使えない以上、じゃあどうやってその 何かを形にできるか形に残せるかっていうことは、やっぱりそういう時やからこそなんか最適解をねこう考えていく必要があるよなっていうのをものすごく思った次第です。まあそんな感じで、まあ今限られた条件の中、まあ人それぞれやっぱり限られた条件も違うし目指しているところも違うしねあるんですけれども、まあ、その中でこう今何ができるかってやっぱ視点、なんかそのできへんこととかないこととかね、そういうことにこうフォーカスを
してしまったらやっぱそこしか見れへんようになるっていうのがね、やっぱりリスクとして大きいし、そんだけ視野も狭まるし余裕もなくなるし、でましてや今ねこんなあの状況なんで余計ねあの不安ってやっぱどうしても、前もちょっと話したかもしれないですけど、あの人間のあのなんか IQ がね結構その不安とか恐怖とか怒りとかやっぱそういうマイナスの感情とかで結構平均40ぐらいが下がるっていう、ね、データがあって、やっぱりそれだけこう不安ってかあのね人間のその判断をあの正確になかなかできなくさせるような、そういうねあの困った局面もあるんですけれども、でもその中でいや今まあ不安も確かにみんなそれは感じてるし、私も当然感じてるもんなんですけど、でもそれでもじゃあその中で一体今何ができるのかっていう、これからその今のこのね騒動が終わった後じゃあどういうふうに世界が向かっていくのかとか、まあみんな周りはこうどういう感じ の方向に向かっていくのかなみたいなのを、ある種まあこう仮説ですよね、まあ、こう仮説を立てながら、まあ、それがねちゃんと正解かどうかっていうのはやっぱりその時になってみんなわからないんですけど、でもなんかこういう感じに多分なっていくんやろなっていうようなある程度の予測を立てながら、私もそのミュージシャンとして一体何ができるんかっていうところ、まああの最近もちょっとね弦の張り替え方の動画なんかをちょっと、ね、頑張って撮ってあげてみたんですけども、あれもあの今やっぱりこう自粛モードでね家でこう楽器を弾くことを楽しみにねやっぱりしてらっしゃる方も少なくないやろうし、でこれを機会にあのなんか新しい楽器を始めてみようかっていうことで、なんかギターとかベースとかをねこう手に取ってもらった方になんか弦のその張り方だけでもこうちょっとね練習しつつもこうあの自分でねこう全部そのできるようにマスターしてもらえるようになったらね、それだけでもかなりそのギターとかベースをこう弾くっていうことに対するハードルが下がるんちゃうかなと思って、なんかそういう形で今何が私ができるかみたいなことで、その具体的になんかお役に立てるようなことっていうのを結構考えてあの動画をちょっと作ってみました。まあそんな感じでこう何ができるかみたいなことを考えつつ、こうなんか今自分のできることでなんかね社会貢献とまではまあいかないかもしれないですけど、ね、まあそれはね私が決めることじゃないんで、ただなんか誰かのその役に立てたらなみたいな感じのことを、やっぱこういう時期やからこそしたらあのええんちゃうかなと思って、なんかそういうね動画をちょっと上げようっていうことをちょっとこれからもコツコツ続けてあの行く次第なんですけどね。まあその中にはちょっとこのパソコンがねあの10日間あの家に帰ってこないというのはまあ痛手ではあるんですけど、まあでもその中でこう今あるものを駆使して何かこう形にするで、やっぱりこういうスピード感っていうのはやっぱり大事なんかなっていうことを思いながら、まあこのね音声も今撮ってます。まあそんな感じでねこうなんか今ないものにこうフォーカスするよりも、今ね身の回りにあること、今持ってること、あのあることっていうところにやっぱフォーカスしつつ、今をやっぱりこう集中して生きていく、その中でこう周りに何ができるんか、価値提供ですよね、まあ、社会貢献まではいかなくてもその価値提供、何かこう誰かの価値になるようなことを心がけるみたいな、やっぱりそういうあの姿勢ってやっぱりこういう時だからこそ大事なんかなっていうのをまあ思って、私もまあこれからあの、ね、やっぱりまあ少なくともこのコロナの自粛ムードのねあの時期に関してはちょっとそういう行動をあのどんどんやっていこうということで、ね、これからもまあ動画やったりこういう音声やったりっていうのを上げていこうと思うんですけれども、まあ、また、ね、あの時間が終わりの時はお付き合いいただけたらと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ね、また明日から、ね、ちょっといろいろまあ、慣れへんこともあると思うんですけれども、まあ、まずはもうね、元気に、ね、健康に気をつけてお互い行きましょう。ありがとうございました。